何か探してるものがあるのか。綺麗で小さな飾りを。誰かへの贈り物か。ノビグラドにいた時いろいろ問題があってね。そうらしいな。その時助けてくれた人や面倒をかけてくれた人がいて、両方に恩返しをしたいの。一緒に来る？案内してくれ。ビッツから当たってみる。誰に会うんだ？そうね、もうすぐよ。どこへ行くつもりだ？ホワソンジュニアに会う。方角が違う。ホワソンの住処は青銅島だぞ。そう思ったけど、先に確認することがあるの。この辺りでホワソンに出くわすらしいってゾルタンが。なぜまた奴に会いたいんだ？彼の目を見てみたいの。それから？わからない。見えたもの次第。変な人だけど女たちは気になるらしい。このクソジジレ臭いぞ。あっち行け。うるさい。一体どういうことなの？ホワソンジュニアは敬虔な宗教家ではなかった。しかし命乞いのためあらゆる神へ祈りを捧げた時があった。神々はジュニアを嫌っていたので祈りを聞き届けることにした。数年後彼は一つの後悔をすることになる。まさにあの時死んでおけばよかったのではないかと。だが彼にはその命を絶つ勇気さえ残っていなかった。何があったんだろう。すぐにわかる。おい、誰だ。覚えてる？このクソ女、今々しい娼婦。俺にしたことを償わせてやる。俺がお前なら口を慎むぞ。ウィッチャー、全部お前のせいだ。満足か、ゲス野郎。すべて失った人間の尊厳のかけらすら残さずに。痛っ、クソガキだ。ここに来るまではどうするか決めてなかった。当然殺すことも考えてた。今でもか。いいえ、報いは受けた。行こう。嫌な再会はこれで終わり。あとは楽しい再会だけよ。どこへ行くんだ。ゴールデンスタージョン。そこの人が助けてくれたの。これから会う女性は誰だった？ダンディリオンの友人。名前は B よ。ゴールデンスタージョンの接客係なの。ダンディリオン。チャンスを与えた。つかむべきだったな。そんなものクソくらえよ。後悔するぞ、シリガルめ。口に気をつけろ。相手は女性だぞ。口を出すな。お前には関係ないことだ。武器を脱げ。俺が相手になってやる。え、なんだって？乱暴しようとする、止めようとする、そして何度か口論を繰り返し果てしない罵り合いをする。そんな暇はないんだ。お前も剣を脱げ。やむを知るがいい。やり返してやる。
ありがとう。今回はいつもより危なかった。逆らっちゃダメって言ったじゃない。チンピラが脅すから、ここから非人間族を締め出すって。無理な相談ね。B、会えて嬉しい。私もよ、シリ。その魅力的なお連れさんは誰？リビアのゲラルトだ。あのゲラルト会えてとても嬉しいわ。いろいろ聞いたわよ。本当か？どんな話だ？例えば、数えきれないほど何度も災難から救ってくれたとか、いつも上手に笑わせてくれるとか。シリの話よ、もちろん。でも他の女性には。 B、 私ここにいるんだけど。はいはい。で、ここには何しに来たの？お二人さん。お礼をしたかったの、すべての。ああ、よしてよ。誰でもきっと同じことをしたわ。あれほど勇敢にできる人は少ない。ありがとう。これをあなたへの贈り物よ。受け取って。まあ、綺麗。ありがとう。で、シチューを食べていく？今朝、宿屋の主人が子豚をさばいたの。ありがとう。でも、ファーコーナーズに行かなくちゃ。ああ、バルドに会うのね。じゃあ引き止めないわ。あそこでもきっともてなしてくれる。じゃあね。それから彼女を頼むわよ、ウィッチャー。ああ、じゃあな。ファーコーナーズに何があるんだ？友達はどこだ？あそこ、バルド。シリー、この悪い米、どこにいたんだ？おいで。ええ、この人はおじいちゃんを連れてきたのか？が相変わらずね。紹介させて、リビアのゲラルトよ。ああ、ようこそ。噂は聞いてるよ。シリを助けてくれてありがとう。構わんよ。こんな子の頼みはとても拒めんさ。なあ、来てくれてよかった。ギリギリだ。明日にはいなかったかもしれん。ここ立つの？間もなく非人間族の移住が始まるんだ。先に手を打っておきたい。なるほどね。だが馬を2頭失ったばかりで、別の2頭は弱りすぎて何も運べ。どうにかなるさ。出発は明日だ。何も心配しなくていい。ああ、まあな。商人に会いに行く。老いた馬と健康な馬を交換できるかもしれん。バルドが何も心配しなくて済むようにな。ふん、手を貸そうか？心配せんでくれ。いつもどうにかなるんだ。そうだろう、シリ。なぜここに来た？謝りに来たの。急に姿を消しちゃったでしょ。気にするな。重要なのは無事に戻ってきたことだ。これをあなたの親切すべてに少し割り増ししてね。シリ、これは受け取れないよ。断らせないって知ってるでしょ。うん、そうだ、賭けに使おう。今でもレースをしてるか？もちろん。よし、来た。ゲラルト、あんたも参加するかい？喜んで。そう来なくちゃ。来い。ゲラルト、糸選んで。分かった分かった。
行くぞ。昔はもっと早かったぞ。先に行かせてあげたの。おう、死にたいのか。早く、負けてるわよ。前を見てないと落ちるぞ。遅れてるわよ。横から見とれてただけさ。どうどう、ローチ。まだまだ負けん。勝たせてあげたの。見事なレースだ。さて、お祝いしないとな。夜までいろよ。最高の酒がたっぷりある。もうすぐ焚き火を燃やしてみんなで囲むんだ。今夜は楽しむぞ。ありがとう。参加できてよかった。同感だ。みんなに好かれてるな。私もみんなが好き。ああ、仲間に入りたい。飲んでレースして町から町へ旅する。何の心配もせずに。いい考えだ。一緒に行こう。決まりね。楽しみ。戦いの後、私たちが灰になってなければだけどね。簡単なことじゃない。だが女魔術師会とアバラックがいればきっと成し遂げられる。ワイルドハントを倒しても何も終わらないかもしれない。どういう意味だ。約束だぞ。冗談よ。時々彼らが羨ましいの。つまり平凡ってこと。人生は自分だけのものだ。どう生きるかは自分で決めろ。そういうわけにはいかない。分かってるでしょ。全部この古き血脈のせい。こんなのただの呪いよ。いろんな力を受け継いだけど、そのせいでずっと誰かに追われてる。もう終わらせる時だ。エレディンを倒せば自由になれる。本当に？エレディンだけじゃない。私を狙ってる人たちが他にもいる。女魔術師会がそうだった。私の父親もイエネファーでさえ。アバラックを忘れてる。アバラックは別よ。力が悪人の手に渡ったり、制御不能にならないようにしてくれてる。彼は私を守ってくれてるのよ。そう言うなら。疑うの？アバラックがその力を利用しようとする日が来る。多分ね。でもそうだとしたら、それはずっと先の話。それに何であれ、選択を委ねてくれるはず。その時は断ればいいだけよ。そう願うよ。パブロよ。いつかジャグリングを教えてもらうの。なかなかのものだな。やっと見つけたよ。楽しんでるか。焚き火、ワイン、曲芸師、最高の歓迎だな。見返りを期待せんわけではないが、これも人生。悩んでるみたいね。商人とうまくいかなかったの？無駄だったよ。交換は断られた。買うと言ったら一頭の健康な馬と引き換えに法外な額を要求されたよ。馬は必要だ。別の方法を見つけなくちゃな。当てがあるみたいね。さすが察しがいいな。馬小屋に忍び込むつもりだ。30頭もいるなら多少減っても大して影響はなかろう。来るか？もちろん。力を貸そう。困った人は助けねばな。そう来なくちゃ。正直そんな人には見えなかったよ。どんなだ？真面目な人かと。行こう、馬小屋の脇で会おう。
シリと俺は中に入ってみる。わかった。バッて、ここで待て。中に入って扉を開けてやる。とにかく音を立てるなよ。した二人のバカを見た？つまずいて転びかけてたな。ありがとうゲラルト、最高だった。ああ、怪物殺しと違って新鮮だった。手伝いに感謝する、来てくれたこともな。また会えて本当に嬉しかった。体に気をつけてね。俺たちを忘れるなよ。じゃあね。バルドにお別れしなくちゃ。わかった。じゃあダンディリオンのところで会おう。俺は少し街に用事がある。またね、ゲラルト。誰が一番だ。